はい、こんにちは、川辺です。今回調校したのは長瀬太郎川、三重県名張市にある川ですね。名張川の上流部になり、河川名は名張川、漁協名が長瀬太郎漁協になります。開けた里川で水量もそんなに多くなくてね、釣りのしやすい、どちらかといえば優しい川です。下流部の新しいおとり店で日券とおとりを購入。日釣り券が3,500円、おとりが1匹500円ですね。この日は前日からの雨でプラス30センチ、入線時の水色はカフェオレ色で、ちょっとね不安ですが、まあスタートしてみましょう。